おいすー、脳筋ハンクです。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は11月14日から開催される2周年イベントのお知らせの発表がありました。今回はこのあたりをねっとり見ていきたいと思います。もう結構確認された方多いと思うんですけども、なんとあの謎に秘めていた召喚獣カオスオーディンですね、まさか2周年イベントと同時に実装です。いやー、ちょっとね詳細を軽く見たんですけども、あれはやばそうでしたね。で、あの召喚獣ビジョンカードが出ることによって今後のギルドバトルの戦い方が若干変化するんじゃないかなと思うんですよね。今回はこのあたりもね、しっかりお話ししていきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー。はい、早速見ていきましょう。新登場、新ビジョンカードカオスオーディンが登場です。11月14日日曜日、メンテナンス終了後より実装ということですね。いやー、早かったですね。もうちょっと引っ張るかなと思ったんですけどね。では性能見ていきましょう。パーティーアビリティが、発動条件が氷属性と水属性、攻撃アップ、最大 HP アップ、レベルマックスで単体攻撃耐性アップ、限定付与効果で、こちらも発動条件が氷属性と水属性で1キラーアップと最大 HP アップとなっております。モリモリやないか。ちょっと強すぎますよね。しかも氷属性と水属性、2属性が対象となっているんですよね。今回こういうのが初めてなんですけども、あの運営さん曰くカオスシリーズの召喚獣はあの何体かいるみたいなことも言ってたんで、おそらく来年とかからはね、あのこういう感じのビジョンカードが主流になってくるんじゃないかなと思います。このカオスオーディンの性能を見る感じ、魔法系以外のキャラだったら何でも相性がいい感じしますよね。タンク役につけたら HP がしっかり上がりますし、メインアタッカーにつけるんであれば攻撃アップと1キラーアップありますんで、かなり汎用性が高いビジョンカードとなってると思います。召喚魔法もかなり強そうで、カオスエインヘリアルですね。カオスオーディンを召喚し、範囲内の対象に無属性のダメージ大&確率で3ターン HP が徐々に減少する毒効果で、あとマップ効果で味方の攻撃と魔力が上がるというやつですね。4マス先まで届いて、そこから菱形のクソデカ範囲となっております。なんかね、ハイスペックすぎて強そうとかヤバそうを飛び越えてなんか怖いですね。このカードコスト90なんですよ。コスト90っていうことはバハムートと同じで、1周年の時にバハムート出たんですよ。でその時めちゃくちゃ強くて、ユーナと相性がいいっていうのもあったんですけど、持ってたらもうマジでギルバトで無双できてたんですよ。でその価格もですね、普通のビジョンカードと比べて倍の値段でショップで売ってたんですよ。まあ当時運営さんかなりたんですけど、まあそれは今改善されて良くなったんですけども、じゃああとは排出率ですよね。ガチャのどうなるのかっていうところなんですが、今まで新しいビジョンカードは5ステップアップの50連目で確定でもらえてたわけなんですけども、これはどうなんでしょうね。怪しいですよね。5ステップアップで手に入るんだったらまあ別にいいかなって思うんですけども、確率を下げて天井付きのガチャでこれを出してくるようなんであれば、今まで以上に幻影戦争に課金をしなければ強くなれないということになるんですよね。ちょっとこれね、おそらくですが、まあ明日とか明後日ぐらいにね、詳細が出ると思いますんでね、そちらをねちょっと楽しみに待っておきましょう。それでね、今回このビジョンカードが追加されることによって今後のギルドバトルの環境が少し変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。それをまとめたグラフを用意しましたんで、どうぞ。まずね、かなり初歩的な話になると思うんですけど、カオスオーディンが実装されると相手の防衛の頭に氷を置く人が多くなってくると思うんですよ。でこっちが火属性のパーティーなんであれば、じゃあ俺火属性だから氷頭のところに行きますねって言って突をすると思うんです。そうすると後ろに水がいる可能性っていうのがかなり高くなってくると思うんですよね。
それでね、11月の後半になると FF6 コラボの水属性のセリスが出てくるんですよね。で、12月の月初になるとおそらくですが氷のクリスタルの戦士のベリスが出てきて、防衛の頭にベリスを置く、後ろにセリスを置いておく。そうするとカオスオーディンの能力をフルに活かすことができるんですよね。じゃあ分かった、そしたら雷のパーティーで突撃したら安全に処理できるんじゃないかと思うじゃないですか。まだ氷のクリスタルのベリスがヘイトを取ってくる可能性すらあるんですよね。で、取ってこなかったとしてもセリスがおそらくめちゃくちゃ硬いと思いますし、あの雷のパーティーが突してくる前提で雷の耐性とかをしっかりしておくことも事前にできるわけなんですよね。あと12月になってくるとギルドバトルのマップ効果で氷と水が絶対強くなると俺は睨んでるのよ。一応ここまでの話がカオスオーディンを所持して防衛の頭に氷を置くとこんな感じで相手を欺くことができるんじゃないかっていう話だったんですけど、じゃあカオスオーディンを引かないっていう方、この方どうしたらいいかっていうと、おそらくギルド内でカオスオーディン引く人多いと思います。わかんないですけどね。で、もし持ってない人も頭に氷を置いた時相手からどう見えると思いますか？そうなんですよ、ここももしかしたらカオスオーディン込みの後ろに水がいるんじゃないかっていう風に錯覚するわけなんですよ。で、相手が当然のように雷で突をしてくると、で、その時後ろにオベロンとかキトンを置いておいたら必ず撃退できるということなんですよね。そういうこともできるんでね、おそらくですが今後のギルドバトルライアーゲームになっていくんじゃないでしょうか。カオスオーディンゲーム、そういう感じになってくるんじゃないでしょうか。ということでカオスオーディンはやばいんじゃないかということを簡単にまとめてみましたけども、まあこれはですね、水と氷がねしっかり育成してる人に限りますんで、あの全然育ってないよっていう方はね、普通にスルーしちゃっても問題ないビジョンカードなのかなと思います。おそらく工場ですのでいつかは手に入るカードになってくると思います。あともう一つ気になっていたことが、ロックとティナのマスターアビリティの詳細が出てきました。まずティナなんですけども、味方の非属性ユニットの HP 上限プラス 10%、 非属性アビリティ攻撃プラス 15%、自身の範囲攻撃耐性がプラス10、魔力が 5% ということなんですが、ちょっと控えめで出してきたのかなっていう感じはしますね。ただ非属性のキャラがね今非常に強いので、これぐらいでもバランス取れるのかなっていう感じはしますよね。あとティナの、ジョブレベル25のアビリティがね、何が出てくるか非常に気になるところですね。次、ロックのマスターアビリティなんですが、味方の光属性ユニットの HP 上限プラス 10%、 光属性アビリティ攻撃プラス 15、 自身の消費 AP マイナス 15%、 回避率がプラス5ということですね。こっちは対照的にちょっとトリッキーな感じになってますね。ロックは回避できるキャラっていうことを聞いておりますんで、ここでも回避率が上がっていることはかなりでかいんじゃないでしょうか。あとね、ロックは配布なので初心者の方とかやり始めの方は絶対育成した方がいいですね、期間中にね。で、あとですね、この後 FF14 とのコラボも控えてまして、そこでサンクレットも配布されるんですよね。そして今アナザーストーリーで光属性のルシオも無料で手に入りますんで、光属性の斬撃パーティーっていうのが無課金で作ることができるんですよ。で、しかもどのキャラもハイスペックなので、あのギルドバトル初心者の方とかでもね、この3体並べておけばそこそこな成績は取れるんじゃないかなと思います。はい、ということで、あと何件かお知らせあるんですけども、大事なとこだけお話しさせてもらいましたんで、あとは個人で確認してみてください。今回ね、カオスオーディンのお話ね、結構ね喋りましたけども、まあくまでね個人の感想ですのでね、あまり真に受けないようにお願いいたします。まあカオスオーディンね、めちゃくちゃかっこよくて強そうなのでね、全然引く価値はあるんじゃないかなと思います。俺ね、幻影戦争の中でね、カオスオーディン一番好きなんですよ。